大口径鉄橋は、台湾台中建交里里と、豊原市の境界、大口径に係る台湾鉄路管理局旧山線の鉄道橋。現在は、台中市政府の歴史建築に指定され、旧山線の観光地としては最南端となる。同じ旧山線の台安系鉄橋、平東線の河炭水系鉄橋と合わせ、台湾で現存する下地式極限。 ワーレントラス公共の一つ。思考は、大倉組によるもので、総工費336,670円を投じて建設され1908年に竣工した。商工駅と大安急駅の間、旧山線9号トンネル南側出口直後に位置する。初期の鋼材は、アメリカンブリッジ製のものが使われていた。中央4機が209フィート、 両端2機が204.6フィートの、計6機の桁が掛けられ、戦後の掛け替えでは、桁部分が大安計鉄橋とほぼ同じ全長63.19メートル、高さ11.3メートルのワーレントラスが6機、掛けられた。新山線開通に伴って高座と、豊原間の間は、三吉と、高座都間より先行して廃止され、大中県政府によって塗装などの保護措置が取られた。 2004年8月に台中県政府交通旅遊局によって軌道が撤去され自転車道に生まれ変わった。現在は自転車道となっている。この区間に限らないが、重間線は資材をすべて日本から搬入したため、ダク港に近い南部とキールン港に近く新庁の軌道インフラを流用できた北部は比較的早く開通した。最も難易度が高かったのは、 現在の旧山線を含む、苗栗と豊原の間だった。工事監督は、総督フリンジ台湾鉄道不設部公務課三佐が、出張所が担当した。三佐がと放浪間に、軍事促成線としての軽弁鉄道と、資材運搬線が先に建設されることになり、それらを用いて、日本から持ち込まれた資材が搬入された。軽弁鉄道は9キログラムレール。 期間4 9 5ト、mm、ルの伏線で、内車側と太安系北岸までの視線があった。白高校と放浪を結ぶ、軽便線1 4 5トルは1905年1月に寄港され、1904年5月15日に完成した。同年7月には、同県内のジャイアントマニファクチャリングなどが協賛し、東方自行車緑路と合わせた1 8トルの自転車道に、 サイクリスト1万人を集めるイベント万人単車節流が開催され、鉄橋で成果が灯された。2006年6月9日、熱帯低気圧ビリリにより、大光景が氾濫、橋脚の変異や橋面の集局の被害があったため、封鎖2007年2月14日に再開通した。2008年9月、台風新羅港による水害で衝動台13線の こうゆたか大橋が普通となっため、復旧までの間は、排気量 250cc 以下の二輪車も通行可能とする暫定措置を取った。2016年6月13日、基礎部の補強工事中だった最南端の P4、P5 橋脚2本が豪雨での濁流で流された。総重量600トンの P4 は完全に倒れ、800トンの P5 は数メートル移動し、 傾いた状態になっていた。2014年に感激が見つかり、2015年末の仮水時期から文化資産保護の一環で4本の仮設橋脚を設置しての補強事業の最中で完成間近だった。補修業者は16年5月以降行方不明となっていて、2017年1月時点でも放置されていることが判明した。政府は仮設でも安全上は 問題なく、引き続き入札により、事業を再開するとしている。同年3月、文化資産保存法、第24条に基づき修復予算4094万入台湾ドルが追加され、事業は再開、2020年10月末に、橋脚の修復事業が完了した。ありがとうございます。